どんな話出しだよって怒られちゃうかもしんないんだけど、あ、はあ、この前金玉腫れまして。どんな話出しだよおかしいだろ。いやで病院行ったんすよ、うん、でその皮膚科とか内科とかさ、うん、まあ、は歯医者とかさ、うん、その辺は近所でどこにあるかなんとなくわかるけど、はいはいはい、泌尿器か知らんなと思って。まああんまり行かないからね。でなんか調べたら2軒家の近くにあって、はいはいはい、一応レビュー見てみたら、うん、なんか一つはなんかクールな感じの女医さんが、うん、不愛想な感じでこう的確に処置してくれます星4みたいな、はいはいはい、感じあって、うんうん、なんかクールな女医さんちょっと嫌やなって思っちゃって、まあ怖いな、怖いなと思って、うんうん、そしたらもう一人がもう一つの病院が、うんうん、そのおじいちゃんですと、おじいちゃん医者でそのめちゃくちゃその優しいですみたいな感じやけど、はいはい、星3みたいなアベレージまあまあなんか腕前というかなというかは、ね、ちょっと何ありかと思いながら、やっぱり弱い人間やからそのおじいさんの方に吸い込まれていったんやけど、だからなんか体おかしくなるんだよ。そんななんか処置を遅らして遅らしてやってるから。でなんか見したらおじいちゃん、いやあのうん、よくこんなその初期段階で来てくれたよ、もっと遅かったら危なかったんだからねってすごい優しかったんやけど声バリでかかったよ珍しいな、優しい人って声小さいからね最悪でした